皆さんこんにちは。バブル期に今では信じられないような車が多く販売されましたが、中にはもう少しのところでお蔵入りとなってしまった残念な車が存在します。そこで今回はそんな時代に翻弄された幻の車をご紹介します。1. 日産ミッド4ミッド4 2. 日産ミッド4は研究開発を目的とした実験車両で、1985年のフランクフルトモーターショーで発表されました。車名はエンジンをミッドシップに搭載した 4WD のスポーツカーを意味しています。ミッド4の発表から2年後の1987年東京モーターショーの日産ブースにより市販化を意識して進化したミッド4 2が出展されました。ミッド4 2のエンジンは最高出力330馬力の V 型6気筒 DOHC ツインターボ VG30DETT 型を縦置きに搭載。サスペンションはフロントにダブルウィッシュボーン、リアにはスカイラインにも搭載された後輪操舵機構、ハイキャス付きのマルチリンクが採用されていました。内外装のクオリティはすぐに市販化されてもおかしくないほどで、実際市販化に向けた検討が日産の役員を含めて行われていたと言います。しかし1987年当時、好景気ながら日産の財務状況は悪化しており、市販化実現には莫大な開発費用と工数が必要だったことから、結局ミッド4の市販化を断念する経営判断が下されました。市販化を持ち望んだファンの期待は叶わなかったものの、ミッド4の開発で培った技術の多くは1989年に発売された4代目フェアレディ Z やスカイライン GTR に生かされました。 2. ヤマハ OX9911。 ヤマハがかつて F1 エンジンを製造していたことはご存知かと思います。しかしながら本格的に四輪車事業に挑戦しようとしていたことは意外と知られていません。それはヤマハが1991年に発表した OX9911 です。 F1 エンジンの開発で培った技術を生かしたスーパーカーとして開発され、ヤマハ初の四輪車となる予定でした。シートを前後に配置した2人乗りというバイクのような特徴的なデザインに加え、スペックは最高速度時速350キロ、静止状態から時速100キロまでの時間は 3.2 秒と、現在のスーパーカーと比べても遜色ない性能となっていました。ヤマハは1994年の発売をアナウンスし、イギリスでの生産も決まっていましたが、日本におけるバブル崩壊と世界的な経済変動の影響を受け、販売を断念しました。 3. ジオットキャスピタ。日本のモータースポーツを黎明期から支えてきたレーシングカーコンストラクタードームといえば、1970年代に製作された和製スーパーカードームゼロのイメージが強いですが、1989年にもスーパーカーの開発に取り組んでいました。今では信じられないことですが、このプロジェクトは下着メーカーとして有名なワコールの主導によるもので、ドームと共同でジオットという生産母体を作り、設計開発はドームが担当。エンジンの開発はスバルが行うことになっていました。公道を走る F1 マシンをコンセプトに
開発が行われ、流麗な美しいデザインに加え、スバルと元織モデル2社によって開発された1235と呼ばれる 3.5 リッター水平対向12気筒エンジンの搭載も決まり、社名もキャスピタと発表されます。しかし1990年シーズンに F1 エンジンを供給していたスバルでしたが、シーズン途中で撤退が決まり、同時にキャスピタへのエンジン供給も中止することとなり、ドームはパワーユニットの変更と車体の大幅な設計変更を強いられます。その後1992年にようやく完成にこぎつけ、走行テストも繰り返されましたが、すでに世の中はスーパーカーを受け入れられるような状況ではなく、1994年にプロジェクトは終了しました。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。